しい。むしろ忙しい朝に、うん、洗い物4つはありがたいです。うん、ラキオのイタリコ飯チャンネルの歌いです。このチャンネルでは時間かけずに美味しい料理を作りたいという方のためのラクマレシピをご紹介しています。今回は朝5分で作れるコンポタグラパンのレシピをご紹介します。できるだけ長く寝ていたい、でも美味しい朝ごはんを食べたいという人におすすめです。材料はこちらです。ソーセージをキッチンバサミで切ります。ソーセージを入れたら牛乳を加えてレンジ加熱します。はい、レンジ加熱したら計量カップに中身を移し入れてここにコンポタの素を加えて混ぜます。もうこの2つの容器だけで調理は完結させちゃいます。そうすると洗い物が少ないです。で、入れたら混ぜ合わせます。今回コンポタージュの素を使用しましたけど、かぼちゃとかトマトとかいろんな味出てますので、そういったもので作っても美味しいです。ここにパンをちぎって入れていきます。小さめにちぎって入れていきます。今回は茹でたブロッコリーがあったのでここで入れちゃいます。で、他にはチンしたしめじとかを入れても美味しいです。はい、マグカップに入れたら仕上げにピザ用チーズを乗せます。レンジで加熱します。そしたら仕上げにオリーブオイルをかけて黒胡椒も振ると香りよく仕上がります。朝の気分で食べてみてください。はい、朝の気分、はい、いただきます。はい、どうぞ。おいしい。ソーセージあります、うん、いつも、これのってお湯で溶かす、だけしか使わないので、こうアレンジがあるといいですね。むしろ忙しい朝に、洗い物4つはありがたいです。食べよう。いかがなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。